東北大学大学院情報科学研究科教授堀田達也先生監修のギガスクール初めて日記、堀田先生ご本人にお話を伺いました。ギガスクール多くの場合2021年の4月からなんだけども、それよりも半年ぐらい先にギガスクールと同じ環境を用意してみて、どういうことが起こるかを毎日毎日先生と子どもたちで、写真撮りながら記録を残していくっていう本なんです。例えば今まで意味調べをやると、国語辞典を調べて、でその文章を書くだけだったんだけど、ネット上の写真を持ってきたり、同じことを調べてもいろんな解釈があるっていうことを子どもたちが知っていきます。つまり辞書や教科書に書いてあること一つが正しいわけではなくて、いろんな見方や考え方があって、どれが一番自分たちの今知りたいことに合ってるかっていうのは自分たちが決めるんだっていう、その学習の主体性みたいなところがだんだん出てくる様子がわかります。で、いろんな事件もやっぱり起こります。みんなで同時に書き込んだりしているので、人が書いたものを誰かが消してしまうっていうことが出てきます。で、一生懸命書いた人は悲しい思いをしますし、消した人は悪気があって消したわけでもないんですね。で、こういうことを一度子どもたち止めて、先生が話し合いの場面を持つようなことを何度かやってます。で、これは今までで言うと情報モラル教育っていうのは、家に帰ったらスマホでこういうことしちゃいけませんよみたいな、ちょっと教条的な、そして学校ではあまりリアリティがない、そういうものになってましたけど、これから先の情報モラル教育はまさに使っている自分たちがお互いのためにどういうふうに振る舞えばいいかっていうことをリアルに感じて話し合って落としどころを決めていくような、相手の痛みも自分も知りながらみんなで励ましていくような、そういう形にだんだん変わっていく様子が書いてあります。ですからぜひ購入してお読みください。堀田先生ありがとうございました。堀田先生監修のギガスクール初めて日記は桜社より好評発売中。ギガスクールのことをもっと詳しく知りたいあなた、必読です。元気楽しい桜社。